救済は、ある対象にとって、好ましくない状態を改善して、望ましい状態へと変えることを意味する。宗教的な救済は、現世における、悲惨な状態が、宗教に帰依することで解消、または改善されることも意味する。様々な宗教で極めて重要な概念であり、救済を強調する宗教は、救済宗教とも呼ばれ、救済宗教で、通常、 救済という場合は、現世の存在のありようそのものが、生及び死を超えた存在領域にあって、何らかの形で決定的に改善されることを表すのが一般である。救済の方には、少女や死者や魂などが、天国や極楽や理想郷などのあの世に行く来世救済型と、神や仏や菩薩や救世主や理想郷などが、この世に現れる。 現世救済型がある。また、個人単位で救済される個人救済型と、宗教的共同体や、民族や、国家や人類全体など集団単位で救済される集団救済型がある。また、信仰や、苦行や、禁欲や、悟りや善行による自力救済型と、神や、仏や、菩薩や救世主などの恩恵や慈悲による他力救済型がある。 太陽と月が一つになった金星神イコール光明神のシンボル、オーリオール。キリスト教で用いられるプロビデンスの目。この目は本来太陽と月のシンボルを合成したものであり、金星を意味する。太陽、月金星。キリスト教神学においては特に救済論の中心概念である。キリスト教は 典型的な救済宗教で、キリスト教における救済とは、キリストの十字架による、贖いの功績に基づいて与えられる恵みにより、信仰による、罪の都がと束縛からの解放、そして死後にあって、超越的な存在世界にあって、神の恩公を終え、永遠の命に預かることである。永遠の命は、時として、生物的な命とは種類を意味する。 この世にあって持つことのできる霊的な命とも解釈、できる。ローマカトリック教会においては、罪は犯したが償える、可能性の残っているものは煉獄に送られるとされる。また、未来において世界が終末を迎えたとき、神が人々を裁くという最後の審判の還元もある。そのとき混乱の極みにある世界に、イエスが救世主として再臨し、王座につくとされる。死者たちは、 墓の中から起き上がり、少女と共に裁きを受ける。信仰に忠実だった者は天国へ、罪人は地獄へ、世界はイエスが再臨する前に一度終わるが、この時人々は救済され、新しい世の始まる希望がある。苦悩質主義における救済とは、反宇宙的に言論の世界観より、明らかなように、悪であり、暗黒の偽の神が支配する、この世を離れ、 肉体の束縛を脱し,し、霊として永遠の世界に帰還することを意味する。グノーシス主義では、悪が肉体を形作るもの、の、善も、また人の体に、光のかけらを埋めたという神話もある。信者は、死ぬとき真の神なる父を自覚し、プレエローマへ帰ろうとするが、悪の妨げる獣医を突破しなければならない。この過程は、全体から見れば、光のかけらの回収でもある。 仏教における救済とは、個人が悟りを得て、輪廻から外れ、苦しみの多いこの世に二度と生まれてこないことである。つまり、仏教における救済とは、輪廻転生という仏教がバラモン教から引き継いだ世界の仕組みに関する概念をそもそもの前提としている。そして、輪廻転生は、天生という概念を前提としている。そして、天生は、 霊魂的な何かの存在という概念を前提としている。しかしバラモン教や仏教では、そうした天性が和のように永続することで、天性そのものは救済ではなく、区と化しており、天性の Y コールリンネから外れることを救済とするという、さらにひねくれた構造となっている。悟りを開いたものをブッダと呼び、人間は誰でもブッダになることができるとされる。 本来、仏教は、個人が悟りを得ることで輪廻から外れようとする、個人救済、自力救済の営みから始まったものだが、大乗仏教が起こると自分のみならず、他者も救済しようという方向性が現れた。また、阿弥陀信仰や観音信仰や弥勒信仰や、地蔵信仰など、仏や菩薩により救済される、他力救済もあるが、本来の仏教の自力救済の論理からはあり得ず、 西方の異教に由来する仏教の皮を被った旧世主体防思想の面が強い。なお、弥勒菩薩は56億7千万年後に降臨するとされると通常言われているが、初期経典の記述からは5億7 6六百万年が正しい。これは現在弥勒が転生し、修行中の土卒点での展示を計算で出したものである。平安時代には、 釈迦入滅後末法の世が到来するという不安に戦乱も重なり、終末の後の救済を求める人心を反映してか、浄土教が浸透していった。こうした仏教の他力救済の面が、日本におけるキリスト教の需要につながっていることは否めない。儒教は、日本では儒学とも呼ばれ、一種の道徳律や政治論のように捉えられているが、儒教は、 刑事上的世界観をその道徳や政治の土台に置く立派な宗教である。儒教における救済には個人的な側面と全体的な側面がある。個人的な側面としては一族の先祖を祀る祭祀儀礼がある。古代中国の世界観では人間の木は天地より授かった根魄よりなり死後魂と白に分かれ魂は上昇して天に 白は加工して地に行くとされる。そして魂と白を再祀儀礼により再び結びつける時、人間は復活、再生するとされる。そしてこの復活、再生のための再祀儀礼は子孫でないと行うことができないとされる。儒教においては子孫がいなければ再祀儀礼を行うことができず、先祖や自分が復活、再生することができないのである。儒教において、 自分を救ってくれるのは、神や仏などの超越的存在ではなく、子孫なのである。故に、儒教道徳においては、子が親より先に死ぬことは、祭祀を行う者がいなくなる意味でも、親や先祖に対する不幸なのであり、家を守り、子孫の血を絶やさぬことが、非常に重視される。儒教の創始者である、孔子自身が、母親が祭祀儀礼を制御とする、生まれであった。 全体的側面としては、儒教は、行、春という古代の聖王による、仁義やただたかを重視した、王道、独自政治を理想としており、儒教の政治的、宗教的目的は、乱れた世を正し、聖王の地をこの世に再現することにある。こうして儒教は先祖を祀る、祭祀儀礼を中核に道徳を整備し、特化により連続的に、 儒教道徳を治めた個人をはじめとして、家や国や天下が形成されることによって、平和、儒教道徳に基づく、儒教的秩序による世界統一が達成され、特事が行われ、人民が幸福に暮らせるようになることで、全体が救済されるとするのである。また、天下が平和になれば、家計も戦乱などで途絶えることがなく、子孫によって、 再祀儀礼が行われることによって、先祖や自分の救済も保障されるという循環、補完の論理があるわけである。故に、儒教は個人救済型宗教であると同時に、集団救済型宗教でもある。また、他の宗教がそうであるように、儒教にも終末論がある。すなわち、一世者が得を失い暴君となり、暴虐暴政を働くようになると、 人民は苦しみ、世は乱れ、会議や天変地位が起こるようになる。これが儒教における世界の終末である。すると、天は、徳のあるものを新たな威勢者候補に選び、反乱が起こり、反乱軍は暴君を打倒し滅ぼして、反乱者が新たな威勢者となって、新王朝を打ち立てることで、世は平和と秩序を取り戻し、会議や天変地位も収まり、 新たに生まれ変わるのである。これは儒教におけるもう一つの救済論でもある。しかし、この新たな異牲者も、やがて堕落し、暴君となりて、新たな異牲者が立つのである。このように儒教における、歴史観とは、世界の堕落と、再生が永遠に繰り返される、循環史観なのである。救済を行う事業。国際連合パレスチナ難民救済事業機関の、 パレスチナ難民救済事業などがよく知られている。種類としては、貧民救済事業、孤児救済事業、失業救済事業、各種被害者救済事業などがある。大高全米、独自随筆、赤堀又次郎著。ありがとうございます。